さあ、それでは高木さん、準備ができたらレースを始めていきます。まず1人ずつ1分間走る予備予選からいきます。ごめん、これ置いといて、これ置いといて。高木さんの次、中沼さん、中沼さんの次が、杉山さんいきます。はい、中沼さんの後ろに今、予備予選の順番置いてあります。さあ、高木さん過去ベストナロー8秒520を持った選手です。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーはチビキューポルシェじゃないよ。もう一回お願いします。もう一回、はい、取れました。プラクティス終了です。はい、それではスタートします。1分間です。レースを開始します。チビキューポルシェじゃないよスタート。計測ラインを通ってから1分間、過去ベスト8秒520、高木選手です。2周の合計タイム取ります。合計タイムが18秒19です。このまま行くと6周予想かない。現在4周目走ってます。残り2周あります。14秒台。5周目です。もう1周あります。並べてきました。さあ、もしかしたらもう1周ありますよ。 6周0で帰ってくるという表示入っていきました。この周も8秒7、ファイナルラップです。8秒7573とつないで、最後はい、レース終了です。マシンを回収してください。はい、この調子でいきます。2人目が、中沼さんです。その次が杉山選手、伊藤選手飛ばして堀選手、諸橋、小林、最後佐藤君です。中沼選手はプラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは中沼奈郎。さあ、高木選手の前には8秒7474が2回必要です。はい、ポンダ OK です。プラクティス終了です。さあ、ターゲットタイムは高木の8秒74です。準備ができたら教えてください。はい、レースを開始します。中沼ナロースタート。はい、計測ラインを通ってから1分です。合計2ラップ取ります。初めてなもので週目、久しぶりのレースです。さあ、2周目はなんとか6-7。さあ、これもう一回6-7出るとトップに立ちますよ。11秒台。6周予想、現在4周目走っています。304、トップに立ちました。8秒3まで来ている。もう一回これ出せるか。もう一周あると思う。現在6周目、8秒46、ファイナルラップ7周目です。コースリミットアウト。レース終了です。マシンを回収してください。8秒231を出してトップに立ちました。それでは続けて、やはり初出場の杉山選手いきます。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは杉山奈郎。はい、ポンダ OK でした。準備ができたら知らせてください。プラクティス終了です。
さあトップに立つには8秒26です。これが2回必要。準備ができたらスタートします。はい、それではスタートします。計測ライン通ってから1分間ね。レースを開始します。栗山ナロースタート。大丈夫ですよ。あ、いいですよ、計測ライン通ってからだから。はい、ここからです。さあ、初出場の杉山選手、さあ2周目、8秒89、3番手、高木の後ろ。さあさらにタイム上げて、高木かわした2番手。8秒68、合計タイム更新です、2番手。7周回ってくるペースです。5周目から6周目に入ってきました。もう1周あります。もう1周あると思う。さあ、ここまで8秒57、68とつないで、もう1周あると思います。ん？あ、どうだ？入った。これがファイナルラップです。検査終了です。マシンを回収してください。一周ベスト8秒579でした。さあ、それでは伊藤選手を飛ばして堀選手いきます。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーは堀ナロー。ターゲットタイムは中沼の8秒26です。はい、ポート OK です。はい、行きます。プラクティス終了です。レースを開始します。堀ナロースタート。4人目、堀選手スタートしていきました。まずオープニングラウンドで入ってきました。2周目、3-0に中沼の後ろ2番手。はい、これが出るとトップです。8秒873。さあ、自己ベスト100分の2秒というところまで来てます。合計タイムはすでにトップ8秒117。自己ベストです。8周回ってきそう。現在6周目、8秒31。もう1周あります。現在7周目、自己ベストはすでに出ています。8秒117。ファイナルに入っていく。8秒149。合計タイム更新している。おレース終了です。マシンを回収してください。8秒117。トップに立ちました。はい、残るが3人です。諸橋、小林、佐藤と続いていきます。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーはモロ。はい、それではスタートします。プラクティス終了です。レースを開始します。さあ、5人目、モロ橋選手はモロスタート。過去ベスト8秒051の選手、トップに立つには8秒13。これが2回必要です。8秒35、中沼の後ろ3番手。さあ、3周目、8秒98、2番手まで来ました。ここから13です。8秒13が必要。今19まで来てる。8秒7、2番手。8周予想です。現在5周目走っている。8秒39、2番手変わらず。残り2周です。残り2周。8秒261。若干詰めたがまだ2番手。もう1周あるからね。もう1周あると思う。ん？大丈夫か？もうレース終了です。マシンを回収してください。ここ2番手です。2番手。
あ、そうだったんだ今、はい、ショートカットになりそうだったから、だからそう時間潰したら、そう、あ、そういうことか2番手です。さあ、小林選手です。プラクティススタート。プラクティス時間は2分、コースをオープンします。出走ドライバーはコマーンナロー。さあ、ターゲットタイムは堀選手の8秒13です。13 2回必要です。はい、ポンド OK。 プラクティス終了です。はいはい。レースを開始します。さあ、6人目コマーンナロースタート。ここからです。1分間3周目ちょっと引っ掛けました。9秒9、6番手8秒49、中沼の後ろ4番手。変わらず、さあ7周予想です。現在5周目なのであと2周あります。8秒66、4番手。もう1周あります。8秒4、並べてきたが4番手。ファイナルラップです。レース終了です。マシンを回収してください。4番手でゴールです。さあ、堀選手がトップを守っています。最後、佐藤選手が出ます。今日の中では最速タイムを持っている7秒976コースをオープンします。出走ドライバーはあの佐藤奈良。コースレコードは栗島選手の7秒881です。さあ、堀選手の前に立つには8秒13です。13が2回必要。はい、ポンダ OK。 プラクティス終了です。レースを開始します。あの佐藤奈良スタート。さあ、7人目佐藤選手です。大橋の後ろ3番手。かわして2番手、前に堀選手。8秒26、2番手変わらず。さあ、これここまでのベストが8秒18です。ターゲット13です。8秒20、2番手。現在6周目なんでもう2周あります。8秒092、ただまだ2番手。もう1周ありますよ。さらにもう1周あります。まだ2番手。8秒23、ファイナルラップ2番手です。安定させるものです。マシンを回収してください。最終周でトップに立ちました。はい、それでは今の結果で予選の組み合わせ作ります。でも早い、ちょっと練習しよう。でも早い、難しいな。はい、予選1回目は5分後、25分スタートします。今、組み合わせ出します。
さあ、あと1分後ですね。予選1回目スタートします。小林選手、杉山選手、高木選手による3分間のレース形式の予選です。さあ、このクラスはコースレコードすべて栗島選手が持っています。3分間のコースレコードは23周6秒です。確かこのクラス23周回ったのは栗島選手だけだったと思う。あら、そうですね、23勝は栗島選手だけです。はい、それではコースオープンしておきます。フラグテススタート。フラグテス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーはコマーンナロー、杉山ナロー、チビキューポルシェじゃないよ、住職ナロはい、それでは練習 OK です。コースオープンしています。はい、杉山 OK、高木 OK、 さあ杉山選手は初出場、高木選手は過去ベスト21周4秒、そして小林選手が22周6秒の選手。はい、全部ポンダー取れました。このフラクティス終了です。スタートラインに車を並べてください。はい、前から小林、杉山、高木の順です。それでは初出場の選手がいらっしゃるんで一回練習で聞いてもらいます。これ練習ですよ、スタートしなくていいですからね。レースを開始します。これです、これでいきます。カープでおなじみです。このレース終了です。マシンを回収してください。それでは本番3分間スタートします。レースを開始します。さあ、綺麗なスタート。そのままの順で帰ってくる。高木が転倒、順位の変動ありません。さあ、小林は最速タイム9秒0で帰ってきた。杉山、高木と続いています。8秒87の最速タイム、杉山は9秒0、1.4 秒でトップ争い。高木は同一周回ながら4秒5秒ある。小林トップが最速タイム8秒53をマーク。高木9秒04、小林8秒430。杉山選手にちょっとミスがあったが、まだ2番手です。3番手、高木山です。小林8秒30。さあ、高木選手が2番手、6周目に浮上しています。初出場杉山選手はまず3秒からシルバーを追っています。高木8秒58、高木自己ベストまで100分の6。1分経過。はい、高木さんありがとうね。杉山がここでベスト8秒835。さあ、依然として小林がトップです。21周0秒表示です。2番手が杉山選手、3番手が高木選手。折り返しです。折り返し、レース半分です。杉山、高木がデッドヒート。おお、さあ、11周目再び高木が2番手に帰ってくる。杉山、高木まで4秒。さあ、トップはブラックの小林です。21周1回ミスだったのかな、10秒台ありません。21周3秒から4秒予想。
現在14周目を走っています。さあ3番手杉山の後ろからトップ来ます。残り1分切りました。さあここで3番手杉山ベスト8秒645。この時間帯小林も杉山追い抜くところまでいかない。残り40秒。さあ小林、バックマンがパスしましたね。18周目に入っていきます。残り30秒切りました。さあ初出場杉山選手も19周回ってくるという予想です。これかなり残り間もなく10秒。杉山今18周目、申し訳あると思う。さあ小林が帰ってくる。小林ここで8秒261。小林ファイナルラップ入ってます。ん、さあ3分経過している。コマーンナローゴール。21周5秒。自力ゴルフじゃないよゴール。2番手が、高木選手。杉山ナローゴール。19周12秒でゴール。全車ゴールです。レース終了です。マシンを回収してください。はい、それではこのまま予選1回目2組目コースオープンします。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーはあの佐藤なろう、堀なろう、諸中沼なろう。さあコースレコードはクリチュバの23周6秒、佐藤君が22周4秒、堀選手22周5秒、諸橋が22周、同じく5秒、中沼選手初出場です。22周4秒5秒5秒、初出場の選手。はい、佐藤光景。中沼 OK。はい、モラさん OK。はい、全車取れました。あのプラクティス終了です。はい、止まってます、止まってます。はい、並べます。佐藤、堀、諸橋、中沼です。佐藤、堀、諸橋、中沼。さあ前3台は22周4秒から5秒の選手です。はい、それではスタートします。レースを開始します。スタート。まずはそのままの順で帰ってきます。一番速かったのは最後尾の中沼が速かった。8秒32で帰ってきた。順位は変わってないですね。4台が 1.2 秒の中に入っています。佐藤が最速タイムかな。8秒219をマークです。依然として 1.2 秒の中に全車が入っている。30秒経過。佐藤が8秒08の最速タイムで逃げていきます。堀選手との差を0秒6。さあまず中沼が諸橋にチャレンジするが無理はしてない。まだ順位変わってないようですね。佐藤、堀、諸橋、そして中沼です。まだ全車同一周回。さあ、諸橋と中沼、この間に今小林選手がいるという予想です。佐藤がベスト8秒056、先頭のマシーン。次修正します。今読んでないんで。さあ諸橋が8秒233、3番手2秒差で掘り追っている。
はい、中沼さん訂正、訂正 OK です。4番手です。さあ堀選手が来てますね。トップ争い0秒2、この2人がともに自己ベストペースです。折り返し。さあこの2台は場合によっては23ありますよ。諸橋ベスト8秒19、3番手、2秒3で前2台追ってる。諸橋のもうちょいペースアップで自己ベストは狙いますよ。1分50秒経過。さあ4番手の中沼をラップしていったトップ2台、15周目に入っています。さあ来ている、0秒1、諸橋も自己ベストと同じとこ、5秒予想ですよ。さあトップの佐藤が22周0秒から1秒予想ですね。40秒、残り40秒。さあ諸橋もペースまとめれば自己ベストの可能性あります。さあこれ2番手堀がベスト8秒095、堀095は自己ベストです。ちょっと接触があったのか、ミスがあったか。 1.5 秒に広がります。堀選手まだ自己ベストの可能性が残っています。残りまもなく15秒。さあ諸橋が今度堀選手の後ろ0秒9、諸橋は自己ベストとギリギリ、残り5秒。さあ前者がファイナルラップ入っています。ここで3分。あの佐藤ナローゴール、堀ナローゴール、堀4秒、ゴール、ナレース終了です。マシンを回収してください。さあ佐藤選手22周2秒で自己ベストでしょ。で堀選手も自己ベスト、諸橋さんが、諸橋さんが同じ5秒、5秒3、諸橋さん残念、0秒1足らず。中沼さんが26秒。はい、今の結果で組み替えします。さあここ10分置きます。45分スタートします。中沼、高木、杉山、ここから行きます。45分スタートします。中沼さん最終週自己ベストでしたね。8秒18。
今日2回予選やって上位3名は A メイン確定にします。 B メインから2名勝ち上がりでいきましょう。はい、それでは時間になりました。予選の2回目プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーは中沼奈郎、地理級ポルシェじゃないよ、杉山奈郎、住職奈郎。さあ予選2回終えてトップ3は A メイン確定にします。残り4名で B メイン、2人勝ち上がります。そんな決勝でやっていきます。さあ1回目、中沼選手が21周6秒、高木が20周8秒、杉山19周12秒でゴールしています。はい、それではコースオープンです。高木 OK、 杉山さん OK。 はい、全車ポンダー取れました。中プラクティス終了です。スタート。はい、並べます。前から中沼、高木、杉山の順でお願いします。前から21、20、19のベストの選手。それではスタートします。本番です。3分間、レースを開始します。まず先頭スタートの中沼が8秒1で帰ってきました。早い。高木、杉山と続いています。さあ2周目も中沼が早い。中沼の1周目は自己ベストでした。杉山選手が2番手に浮上、3秒差でトップを追っています。3番手に落ちていったのは高木選手。さあ3番手高木が8秒65ベスト、杉山を追っています。さあレース序盤、中沼最高の滑り出しと言っておきましょう。40秒になるところ。さあ前者が1回目のタイムを超える予想です。杉山選手は21周も視野に入っているペースです。ただ高木に詰め寄られている。さあバックマーカー出てきます。杉山選手トップ、ありがとう。1分経過。さあここに2番手高木がベスト、8秒60。さあ中沼が帰ってくる。10周目に入りました。1分20秒になるところ。さあまもなく折り返し時間を迎えます。中沼、高木、杉山の順、依然として前者自己ベストペース、失礼、1回目のタイム超えるペース。折り返しです。杉山ベスト8秒62。さあ高木は8秒54ベスト。さあ帰ってきます、中沼選手。さあこれ中沼8秒164、自己ベスト。中沼なんと22周2秒、佐藤の前に出ますよこれ。さ
さっきまでに1秒表示だったんだよね。さあ残り1分です。残り1分、中沼決めてこれるか。16周目に入っていきました。さあ中野はね、佐藤と同じ2秒対決ですからね。17周目から18周目に入っていく。残り4周、3台とも1回目のタイム超えますよ。大時計残り30秒。さあ中沼がトップなのか2番なのか、ギリギリのとこです。19から20周目に入っていく。今ね2秒9に佐藤がいて3秒0です。本当の僅差。もう一周あるよ。残り10秒。中沼が攻略できないんです。さあファイナル入っていった。最後佐藤と同じ2秒予想です。杉山ナローゴール、ね、チリキューポルシェじゃないよ、はい、ゴール高木杉山中沼ナローゴール。22中3秒0。2番手です。でも2番手です。レース終了です。マシンを回収してください。0秒。そして杉山選手19周0秒でやっぱり自己ベスト。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーはあの佐藤なろう、堀なろう、モロ、オマーンなろう。はい、それではコースオープンです。さあ先頭スタートの佐藤は予選1回目自己ベスト22周2秒。堀選手が同じく自己ベスト4秒、諸橋が5秒で、小林は21周5秒で1回目ゴールしています。佐藤圭、はい、堀選手 OK。 佐藤君はあ、まだ分かんないね。まだ分かんないですよ、もう4人いるからね。はい、諸橋 OK、 小林 OK、 全車取れました。あのプラクティス終了です。はい、止まってます。並べます。1番前佐藤、2番から堀、3番諸橋、4番小林です。佐藤、堀、諸橋、小林、勝負のハイテクじゃない。ハイテクダメだ。最後の募集だれた。はい、それではスタートします。ナロークラス、これ予選最後です。3分間、レースを開始します。今回も富士通にかませていただく。さあ諸橋がちょっとミスったが、小林攻めきれなかった。順位変わっていません。さあファーストストは先頭の佐藤です。8秒21オープニングラップ。さあ堀がベスト8秒26、トップまで0秒6。諸橋小林と続いていきます。さあ諸橋転倒、その横きれいに小林抜けてきました。これで3番手浮上小林。佐藤がファーストテスト8秒16をマーク。さあ堀が8秒011、今日のレース中の最速タイムかな。2番手が出しています。40秒経過したところ、佐藤も8秒09まで来ています。堀0秒6の差。3番手小林、4番手が諸橋選手です。50秒になるところ、1台諸橋がこけています。4番手危なかった。さあトップ争いが予選1回目と同じような感じになってます。この2台が自己ベストペースですよ。1分経過。3番手小林選手、4番手が諸橋選手です。失礼、3番手が諸橋選手、4番手が小林選手、0秒2です。小林の後ろからトップ1、2が来ています。諸橋ベスト8秒25、まもなく折り返し時間を迎えます。トップの2台は自己ベストペースです。
小林さんありがとうね。さあ今度は諸橋の後ろから来ますよ。さあこれトップ佐藤がベスト8秒047をマーク、0秒7で堀選手折り返し時間を経過しています。佐藤22周0秒予想、2人目の23出てくるのか。さあ堀選手も自己ベストペースです。1秒表示、残り時間1分。ん、佐藤にミスがありました。レース終盤堀選手がトップに変わる。佐藤が0秒7で後ろ、堀選手 TQ の可能性あり。残り50秒、17周目に入ってきました。残り5周です。トップ2諸橋が3番手、4番手が小林選手です。残り40秒、諸橋選手の後ろからワンツーが来ています。残り30秒、堀佐藤は自己ベストペースです。残り30秒切っている。20周目に入ってきました。残り2、残り2、大時計残り15秒、もう1周あります。トップ2諸橋が、諸橋これファイナルね。残り5秒、さあ1秒差でトップ争いです。ここで3番諸ゴール、鬼なろうゴール、あの佐藤なろうゴール、佐藤2番、3番諸橋、コペース終了です、はい、マシンを回収してください。堀選手が DQ です。1秒、2番が佐藤、3番手が中沼選手です。ここまで A メイン確定。4番手諸橋、5番手小林、6番手高木、7番手が杉山選手でした。はい、それでは B メイン決勝は3分間一発勝負、4時5分スタートします。4時5分 B メイン、3分間一発勝負、2名勝ち上がります。諸橋、小林、高木、杉山選手が B メイン、4時5分スタートです。
違う、こっちじゃない。この後4時5分から B メインの決勝レース、3分間一発勝負スタートします。
はい、そうです。さあ、あと1分弱です。立ち位置は予選の成績順で決めてください。諸橋、小林、高木、杉山選手の順です。はい、それでは時間となりました。コースオープンします。 B メインです。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーはモロ、コマーンナロー、チビキューポルテじゃないの、杉山ナロー、住職ナロー。一発勝負です。はい、モロハショッケー、2人勝ち上がります。2人勝ち上がります。はい、諸橋、小林、オッケー。高木、杉山、全車取れました。諸プラクティス終了です。はい、並べます。諸橋、小林、高木、諸橋、小林、高木、最後尾から初出場の杉山選手が行きます。ありがとうございます。ありがとうございます。マシャルどっちの選手か。はい、それでは B メイン決勝レース3分間スタートします。レースを開始します。さあ、諸橋が前に出て、おおっ、さあ、小林が、おっ、今度はトップを見るか、結局、小林、杉山、いや、違う、小林、高木、杉山、諸橋の順です。まだ前者に強烈チャンスがありそう。3番手の諸橋、ファーストですと、8秒72。とにかくタイムではありません。順位、上位2名が勝ち上がります。さあ、杉山選手が8秒57、4番手のマシン。さあ、前者が 1.5 秒の中に入っています。さあ、高木、諸橋、接触してしまうと危ないよ。まだもちろん前者同一周回、50秒経過したところ。さあ、諸橋が投手のベストなのか、8秒2かな。小林が8秒41が出てます。1分経過。さあ、4番手の杉山選手、なんとかドイツでは残った。さあ、順位が入れ替わっている。小林、諸橋、高木に勝っています。4番手が杉山選手。さあ、高木は1台抜かないと。あ、高木が見せたか。これで杉山選手が3番手に帰ってきたのかな。折り返しです。おっと、今度トップ。さあ、杉山は3番手、4番手ですね。高木選手が5秒4で前に頼っている。1分50秒経過。おっ、さあ、諸橋選手が前に出てますね。14周目です。残り1分。もしかして誰か来たのかもしれないな。さあ、残り50秒。俺の iPhone が鳴ってるの、多分0秒8でトップ争いです。残り45秒。トップは諸橋です。さあ、諸橋はここで最速タイム8秒21をマーク。 1.2 秒後ろ、小林2番手。3番手が高木選手ですね。高木はでも勝ち上がりまで一周の差があるようです。トップ諸橋が8秒19。残り30秒切っています。これは遠い。杉山選手が奥でこけている。
さあ小林2番手ですよ、大丈夫です。残り大時計5秒。このボール3分です。モラー最後、8秒18。チリキューポルシェじゃないよ、ゴール。3番ナローゴール、2番小林、4番が杉山ナローゴール。全車ゴールでーす。レース終了です。マシンを回収してください。小林選手充電してないの？はい、 B メイン決勝レースが終わりました。それでは A メイン、堀選手からくじ引き引きます。立ち位置は、抽選で決まります。はい、9です。5、はい、3番が中沼さん。3、次モラスさん。8、最後は小林さん。2、はい、それではコースオープンしておきます。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは堀ナロー、あの佐藤ナロー、中沼ナロー、モロコマーンナロー。44周の4秒かな、これがコースレコードです。おい、5 なの？5、私5です。あ、5なの？ガチ5です。6はいないよ、6いない。7いない。8はいる。はい、堀選手 OK。 さあ堀選手の、6分間は43周0秒。高木選手はいない。あと諸橋選手が42周0秒、佐藤君が43周7秒です。小林選手が42周4秒。16.14。8.50。はい、あと小林さんがまだ来てない。はい、全車取れました。堀のプラクティス終了です。それでは並べます。堀、佐藤、中沼、諸橋、小林です。はい、それではナロークラス A メイン決勝レース、6分間一発勝負です。それではスタートします。レースを開始します。フライングがあったな。まあいいか、行きましょう。小林さん、さあトップ争いは堀選手と、これ加藤君、いや中沼が来てますね。中沼が来てる。中沼選手がハマっているのか。転んでいた、転んでいた。危ない。さあトップは変わらず堀選手なのかですね。2番手が佐藤、3番手に諸橋が上がってきてます。4番手が中沼、5番手が小林なのか。そうですね、中沼は前3台まで6秒ぐらいです。最速タイムは諸橋が出しました、8秒19。さあそれを塗り替えた中沼は最速タイム8秒18、4番手のマシン。さあ
トップ3が近い。堀、佐藤、諸橋、これがどんぐらいだ。0秒8の中に入っています。堀ベスト8秒25。さあ最速タイムを出した4番手の中沼選手、トップまで、トップ集団までどんぐらいだ。5秒ですね。中沼最速タイム更新、8秒13。さあトップ3は順位変わっていません。堀、佐藤、諸橋です。10周目に入ってきました。さあ中沼間を詰めてきてますよ。まだ4秒ちょいあるけどね。佐藤ベスト8秒12、諸橋が最、いや佐藤が最速タイム塗り替えました。8秒126、諸橋最速8秒099、中沼も8秒13まで来てますよ。さあ小林危ない、おおすげえ、ちゃんと抜けていった。さあ中沼まだ4秒6ぐらいです。4番手トップ集団とは同一周回です。2分経過、まだ4分ある。さあトップ2、堀、佐藤は44周予想、これコースレコードと同じとこですよ。諸橋も今の周44乗っけてきた。レコードは栗島の44周4秒です。さあそして中沼が再び小林をラップしようかというところ、中沼3秒9、確実に中沼はトップ3より速い。2分30秒経過。さあ諸橋ちょっと見せたか、諸橋43周0秒表示、中沼が見せている。その後ろからトップワンツーが来ています。2分50秒になるところ、まだ半分以上あります。はい小林さん、ありがとう。これここで折り返しです、折り返しです。さあバトルしながら堀選手と佐藤、24周目に入ってきました。残り19周。はい中沼さんありがとう。間に4番手を挟んでいる。さあこれぶつかってしまった、佐藤が抜けました。さあ25周目、佐藤がトップに勝っている。さあこの2台が自己ベストペースか。そう、佐藤は自己ベストペースです。そして諸橋も再び、中野さん、諸橋はまだですね、まだ3番手であるが2秒4です。さあ諸橋がミス、中沼は諸橋まで7秒ぐらいあります。中沼ベスト8秒128。さあ堀選手も間もなく自己ベストペース上げてきそうです。4分経過、残り2分。諸橋は3番手、3秒5で堀選手を追っています。諸橋選手も自身初の43周が、予想されています。残り90�表、堀選手が1秒差でトップ佐藤を追っている。佐藤自己ベストペース、堀選手は自己ベストと同じところにもう間もなくなりそうだが、小林選手の後ろから1、2、4が来てます。残り70秒、小林が見せているのか。トップ集団は巻き込まれず行きました。残りが間もなく1分です。さあ諸橋が堀選手に近づいてきてます。2番手争い、トップ佐藤は43周0秒予想、2人目の44出てくるのか。残り間もなく40秒。さあ諸橋は堀選手まで 1.9、 残り間もなく30秒。4番手中沼が諸橋を6秒追ってます。最後尾に小林選手がいる。残り30秒切りました。さあ諸橋がこの時間早い、堀選手との間を詰めています。2番手争い、
この2台が40、あ、漏らしミス。さあ大時計残り5秒です。佐藤がこれファイナルかな、ギリギリです。0秒、ここで6秒、あの佐藤ナローゴール、43周0秒、中沼ナローゴール、中沼ナローゴール、堀2、コマーンナローゴール、あ、小林5、モテース終了です。写真を配信してください。佐藤選手自己ベストでした。2番堀、3番モラシ、4番中沼、5番手が小林選手でした。そうそう難しいですね。すごいな。